こんにちは、佐藤すずのです。現在見て分かりますかね、関空に来ております。今から人生初のバリへ行ってきます。楽しみで、今回もこんな感じ大荷物でやってきました。で、機内コーデはザラのセットアップを着るとかザラの購入紹介でめちゃくちゃ言ってたのに、結局トップスはプラダのパーカーにしました。はい、こんな感じで今からチェックインをしに行きたいと思います。空港は本当にすごい人が多すぎて、すごい香港だったりとか韓国中国系の方がめちゃくちゃ多いです。はい、では今からチェックインしに行ってきます。すごい人です。人がすごい。でも関空はいつ来てもウキウキしますね。はい、今チェックインカウンターに並んでるんですけど、なんと飛行機がメンテナンス中らしくて延期になるかキャンセルになるかって言われてます。今で大量の列ができてて、みんな待ち中です。まさかのトラブルね。なのでここのキャリーに座って待っております。ラウンジ入れました。せーの、いただきます。あ、ありがとう、これ最高、絶対しみる。これビールいただきます。やばい、めっちゃ美味しい、格段と美味しい。今日のビールは、今日ビールを飲むと思ってたから昨日ビール我慢したんですよ。めっちゃ美味しい。キックスラウンジに入ったので、こんななんか中華系のしっかり飛ぶわ。チャーハンと酢豚と酢豚？シューマイ？酢豚じゃない？これ何？これ何？いただきます。チキン。シューマイ。いただきます。ガンガンクローズ。うん。染み渡る。今回は香港航空で行くので、香港でトランジットがあります。香港まで4時間ぐらい、3時間やと思ってたけど4時間かかるんやな。4時間で香港からバリまで5時間ぐらいかかるます。なのでまず一旦香港へ行きます。香港に到着しました。めちゃくちゃ暑いのでキャミに着替えました。で、次のトランジットまで1時間半ぐらいあるので、ラウンジに行けるみたいなので、今からラウンジへ行きたいと思います。めっちゃ広いんですけど、今夜中の0時15分なので、お店はもうほとんど閉まっています。なのでラウンジへ行きたいと思います。こんなデザートもありました。すごい、ここのラウンジ1チョコレートケーキも食べるの。じゃん、香港からバリへ行く飛行機に搭乗しました。とっても広くて快適です。アップルジュースも入れてます。なんか思ってたよりビジネスクラスが安かったので、今回もビジネスにしてみました。人がめちゃくちゃ少ない。3分の4分の1ぐらいしか乗ってない。結構空いてますね。で、今はもう深夜の1時55分とかやった2時前ぐらいで、朝の7時に着くのでご飯は出てくるみたいなので、ご飯をいただいて寝ようと思います。
私はチキンにしました。おお、めっちゃチキン、すごいな。あ、麺なんやした。美味しそうやん。到着しました。初めてのバリです。すごい、空港もめっちゃバリっぽい。今からアヤナリゾートに行くんですけど、迎えに来てくださってるので、この中に迎えに来てくださってる方がいます。ドライバーさんに迎えに来ていただいて、今からアヤナリゾートへ向かいます。ちなみに現在の時間は7時44分です。到着してから40分ぐらいで全部終えました。バリはビザが必要なんですけど、ビザも到着してから本当に5分ぐらいでさっと取れました。事前にウェブでも取れるみたいです。はい、では今から向かいます。初めてのバリの街並みです。想像したよりも街が綺麗で、バリらしさがすごい。建物とか、これすごくない？これは何でしょうか？楽しい。もう今日はとってもいい天気です。すごいインドネシアの街並みです。到着しました。めっちゃ綺麗。到着したらすぐにウェルカムってかけてくれました。本物のお花の香りがする。すごい、めっちゃ綺麗。思ってるより綺麗。写真で見るよりめっちゃ綺麗。いいお天気。すごい。ユリコーン。チェックインまであと1時間かかるみたいなので、先にモーニングを食べに行きます。まだ8時半です。綺麗。すごい雰囲気めっちゃいい。もうバリ楽しいわ。見て、めっちゃ綺麗。チェックインしました。広い。オーシャンビューキングルームです。オープン。お、あ、めっちゃ綺麗やで。見て、バスルームも広いです。こっちに湯船があって、こっちにシャワールームがあります。広いし綺麗やね。さすがアヤナですね。思ってるより早く9時半前にチェックインさせてくれました。なので今から準備したいと思います。はい、身支度を終えて、今からちょっとお腹が空いたのでナシゴレンを食べに行きたいと思います。楽しみ。バリといえばナシゴレン、ミーゴレン、ね、楽しみ。そう、さっき朝食のところまで行ったんですけど、まだチェックインできてなかったから、結局朝食は食べずにお金がかかったので、で思いのほか早くチェックインできたので、チェックインして準備をしてって感じです。そして今からご飯を食べに行きます。セガの中にあるレストランにナシゴレンがあるので、こちらへ行っています。バスに乗って、めっちゃ気持ちいい。めっちゃ可愛いこのレストラン。
いいね、バリ。目の前にプールもあります。見て、レストランめっちゃおしゃれ。めっちゃ豪華。美味しそう。楽しみ。めっちゃ食べたかったね、ななしごれん。うん、おいしい。おいしい。思ってた味と一緒。よかった。おいしい。これこれこれ。これを求めてたのよ。これを求めてました。ありがとう。動画撮ってくれてました。ありがとう。幸せ。これ何なの？これもついてきました。これは焼き鳥？ピーナッツバターの味するんやけど。え？コリアンどうや。やばいな。甘い味噌や。ピーナッツバターみたいな味噌。うん、やばい。でもこれも美味しいねんけど。そっか、これこうかんこしよっか。いいよ、気をつけ。次ミーゴレン。焼きそばをさ、フォークで食べるって珍しい。うんうんうん、うんうん、うんうん、どっちも美味しい。セガラの4階にあるプールへ来てみました。あ、ルーフトップバーか。バーがあって、うわ、めっちゃおしゃれやん。うわ、こっち見て、こっちめっちゃいい。プールが、なんかバリどこ切り取ってもおしゃれ。あやなリゾートがおしゃれなのか。いや、素敵。水着に着替えて、次はあのあやなの有名なプールへ行きます。このカートでバスで送り迎えしてくれるんですけど、めっちゃ風が気持ちいい。あやなヴィラに到着しました。あ、見て、プールがあるよ、こっちに。ここここ、うわー、綺麗。上で日傘をさしてくれてます。ありがとう。まるで女優みたいに横で日傘さしてくれてる。うわ、見て、あの端っこや。あの端っこのところが木漏れ日がすごい素敵。ココナッツジュースとパインジュースを頼みました。はい、あやなリゾートバリ。初ココナッツジュース、いただきます。めっちゃ重たい。ココナッツジュースってこんな感じなんや。シンプルな。めっちゃシンプルやでな。シンプル。見た目すごい。でもこのココナッツジュースとこっちのパインジュース同じ値段でした。どっちも800円でしたな。さっきあの定番の写真スポットで、私はあそこの写真いらんわとか言ってたんですけど、みんなが撮ってるから私も撮りたくなって撮ってもらったんですけど、めちゃくちゃ滑る、ね、みんな女
女性がそこで写真撮って、上に男性が登って、男性の行列ができてて素敵。みんな男の人が彼女さんとか奥さんの写真を撮ってます。ちょっとドレスに着替えて今から6番へ行きます。今日のメインイベント、ロックバーのためにあやなリゾート泊まったもんな。ロックバーでいい席に座りたいから、宿泊者の方がいい席に優先されるみたいなので、あやなリゾートに泊まってます。ちょっと大胆な縦のワンピースを着てバー仕様にしてみました。髪の毛もまとめました。すごい、降りていきます。私ページを空キラキラよ。席がどんどん埋まっていってる。いい席が、乾杯しよう。乾杯。はい、ネケン頼みました。光がすごい。おいしい。暑い、とにかく暑い。湿気もすごいし、4時オープンで4時ちょうどに来たら希望の席に座れたので早めに来ることをおすすめします。嬉しい、もうずっとここがいいなって旅行前からの話だからな。めっちゃ嬉しい。ポテトを頼みました。朝が止まらん。もうまだ日差しが強いから日傘があるんですけど、日傘貸してくださるんですけど、それがないとここに座ってられないです。それぐらい暑い。でも早く来た方がいいな。早く来た方が誰もいないところで写真も撮ってくださるし、撮ってもらったツーショットがめっちゃいい感じあって嬉しい。旅行行った時とかに撮ってもらうツーショットとかが好き。普段自撮りでしか撮らないからね。思い出でいいよね、そういうのって。
カメハ。ロックバーから帰ってきて、もうお風呂に入ってゆっくりしてたらお腹が空いてきたので、ルームサービスで夜食を頼みました。